どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回の動画は公立高校入試と高専入試の違いということで、初心者向け、もしくはこれから高専入試高専受験頑張りたいと思われている皆様と一緒に勉強復習していきたいと思います。こちらの動画は高専高専受験のための学習塾 YouTube チャンネル KBC と PDCA スクールの提供でお送りいたします。高専ブログスタートということで、高専受験だったり高専入試新中さん向けのブログ、攻略情報だったり高専入試に関するノウハウをたくさん発信しています。動画だけではなくてテキストでも皆さんと一緒に情報共有、攻略情報を一緒に知って合格していこうという取り組みですね。ぜひともコメント欄、概要欄からクリック、もしくはタップしてアクセスしてみてください。一緒に勉強していきましょう。他にもこちらチャンネルだったり私の概要となっているページ1枚もののスライドになってますね。ぜひともご覧ください。来月からご案内予定のサービスがこちらのサービスになってます。チャンネルをお見逃しなく、動画で必ずお伝えする予定なので、チャンネルを毎日もしくは2日に1度ほどチェックのほどよろしくお願いいたします。高専入試特化の対面授業、通信授業、映像教材、こちらも手広くやっております。高専入試特化の対面授業は山口県内もしくは広島の西側エリアに限定して募集しております。通信授業に関しては全国各地募集しております。たくさんのご応募ありがとうございます。そして最後、映像教材なのですが、こちらは YouTube を通して季節ごとに開催予定のイベントがありますから、こちらで高専受験高専入試の攻略情報を YouTube で無料発信しつつ、一部のお客様、一部のリスナー様に納得していただいた上で、じゃあもっと高専入試に関してがっつりと授業したり攻略情報を確認したりという季節のイベントを季節ごとに開いています。どのような形であれ高専受験高専入試合格に向けて一緒に頑張っていきましょう。そろそろ高専入試前哨戦ということで、大阪だったり東京の都市部などで説明会開催されますね。前回東京の催しで秋葉原の会場にこちら高専機構主催の高専入試説明会、こちら参加させていただきました。インタビューたくさんさせていただいたので、こちらの模様動画でお届けする予定です。チャンネルお見逃しなく。ということで、高専受験生そのご家庭への動画ということで本編に入っていきましょう。正直定期試験430点から450点程度あれば、このままの勉強ペースで公立入試高専入試その差ギャップをあまり気にせずにこのまま進めていいのかなっていう意見はあります。正直特に違いはありません。いやちょっと待ってください、谷兄さん、せっかくこの動画開いたんだから高専に入りたくて動画見に来てるんですよ。だから教えてください。強いて言うならばってことで一緒に確認していきましょう。そう、実はですね、がっつり勉強して実力をきちんとつけていれば、どんな試験を受けても合格するはずなんですね。ですが、しっかり特性を見極めて下準備をすることは大事なので、しっかりと公立高校入試などとの違いをチェックしていきましょう。それではまず一つ目、試験の回答方式です。公立の方は、基本は記述だと思います。ですが、神奈川だったり東京などの一部の都道府県では、マークシートと記述をハイブリッドでね、回答方式取っている。そんな都道府県もあります。高専入試はこちらです。オールです。全部マークシート。なので、書くことが苦手な人とかはちょっと有利かもしれませんね。で、もちろんですね、途中式などは問題用紙だったり余白に書くことはできます。なので、マークシートとはいえ、ほとんど記述とあまり変わらないかなというふうに思います。それでは次の違い、難易度ですね。難易度、まあ、公立入試はですね、いろんなレベルの人が受けますね。トップレベルから勉強苦手な人まで、いろんなレベルの方が受けるので、まあ、レベル幅が大きい、簡単な問題から難しい問題まで幅広いと思います。で、高専入試はどっちかというと、まあ、一番簡単な問題でも標準レベルかなっていうレベルです。まあ、科目別のイメージです。これ年度ごとにバラバラなんですけど、イメージは社会は平均すると標準で、国語と英語、文系は簡単、標準ぐらい、簡単、そのぐらいのイメージで、理科と数学はまあまあな難易度からちょっと難しい年、このぐらいの幅かなっていうふうに思います。で、高専入試とはいえ全部が全部難しい問題ではなくて、まあ標準、まあまあな難易度から難しい難易度っていうところでしょうね。すごく簡単な問題は出ないというイメージが一番近いでしょうか。それでは次の違い見てみましょう。開催月です。年度ごとに、まあ、その年度があると思うんですけど、そのうちの、まあ、1、2、3月が受験シーズン真っ只中だと思うんですけど、公立入試は3月です。ほとんどが3月だと思います。で、高専入試気をつけてください。2月なんです。2月。何を気をつけるかというとですね、中学校の先生が3月に試験が間に合うように授業を進めてたりするので、2月で試験がある高専だったり私立入試の人は、あらかじめ早めに予習して終わらせておくといった対処も必要な場合があるので、まず気持ちですね、学校プラス
1ヶ月2ヶ月ぐらい学校と、まあ、少し先取りする気持ちで予習しておくといいのかなというふうに思います。それでは次、ノウハウの違い、そう見ていきましょう。公立高校入試では昔ながらずっと同じ形式だったり、ずっと教育産業に携わっている先生だったり塾の先生、詳しい方多いと思います。ですが高専入試、やはりですね、そもそも受験する人が少ない、そもそも受験する人が少ないので心細いですよね。そもそもあまり相談できる人もいないし、詳しい人もそんなに多くない。そう、探さないとなかなかいないと思いますし、先輩とかで高専受験経験あるよっていう方も少ないと思います。そう、これよくね、悩み相談受けるんですよ。周りにいません、どうすればいいんですか。そう、その時はうちのね、YouTube チャンネル、たくさん高専入試に関する攻略情報を発信してるので、モチベーションアップとか、寂しい気持ちがね、なかなか勉強集中できないという方もいらっしゃいますから、それにも役立ててほしいです。で、もちろん、中身もありますから、情報をゲットして有利に進めていってほしいですね。はい、ということで、ノウハウ、やはり濃さが違いますかね。規模がちょっと違うので、高専入試はですね、大体の、その体感なんですけど、高専に進む人と、そうじゃない人、高校に進む人、大体の割合っていうのは、100対1って言われてます。だいたい100人に1人のペースで、そう、割合で、高専に進むんですね。あ、そりゃあね、全然規模が違いますよねって納得できますよね。それでは次の項目見ていきましょう。こちらです。配点です。公立入試と高専入試、配点何が違うのでしょうか。公立入試はほとんどが5科目で50点満点か100点満点だと思います。高専入試は、そう、ちょっとばらつきがあるんです。100点かける5教科が基本なのですが、高専によっては社会が免除になっていたり、あとこちらの用語皆さんご存知でしょうか。傾斜配点。傾斜配点って何ですか。違う動画で詳しくね、説明したいと思うんですけど、過去の動画で取り急ぎ、皆様ご存知なさりたい方はこちらのバックナンバーご利用ください。傾斜配点について詳しく説明しております。で、この傾斜配点が、僕の目指す高専が傾斜配点あるのかとか、社会が免除になっているのかっていう風に気になった方はこちらご利用ください。〇〇高専募集要項という風に検索いただいたら出てきます。そして一般入試評価方法という項目をご覧に なられたら、科目数だったりとか傾斜配点があるかどうかということを知ることができます。募集要項しっかりと確認しておきましょう。それでは次の項目に行きましょう。併願か単願か。併願とはいくらでも受けてもいいですよ。 2,3 個受けてもいいですよ。で、単願は1個しか受けちゃいけませんよ。そう、高専入試と公立高校入試でそれぞれ何が違うんでしょうか。基本的にはそれぞれの入試で1個受けることになります。まあ、基本的にはそうなんですね。例えば公立高校で言うと、この公立高校もこの公立高校も受けたいですっていうふうにはできません。一つの公立高校に絞る。で、高専入試もそうです。徳山高専も宇部高専も久留米高専も北九州高専も受けたいですということは基本的にできません。で、ちょっと特殊なね、ルールがあるんですけど、商船高専に関しては、そう、併願が認められたり、特殊な制度なんですけどね、それはちょっと例外として置いときましょう。基本的には単願です。じゃあ、さらに、こういった質問が来ると思います。そう、高専と公立、併願できますかっていう疑問が出てくるんですけど、これですね、基本的に併願可能なんですけど、一部の都道府県は単願のみ。都道府県によってルールが変わったりするんですね。例えば、大分県なんかは単願というふうに決められてます。気をつけましょう。じゃあ、過去問分析、それぞれした方がいいんですかっていう話なんですけど、高専入試と公立入試、それぞれするべきなんでしょうか。そう、両方とも有効なのでしていかないといけません。高専入試の過去問分析だったり、攻略情報っていうのは過去の動画だったり、これからもたくさん発信していくので、一緒に頑張って、合格に向けて情報共有、情報収集、頑張っていきましょう。はい、ということで、今回は高専入試と公立入試の違いということで、ざっと確認していきました。皆さん、初めて知った情報あったでしょうか。ぜひともメモだったり、スクリーンショットなどして、しっかり勉強していきましょう。一緒に頑張っていきましょうね。はい、ということで、最後に告知をさせていただいて終わりたいと思います。高専入試に関するブログ、ノート、攻略情報だったり情報を発信しております。ぜひとも一緒にテキストでもブログでも一緒に勉強していきましょう。よろしくお願いします。そしてこちら、僕だったりチャンネルの概要になってます。ぜひともご覧ください。で、来月からご案内予定のこちらのサービスですね、チャンネルを見逃しなく一緒に楽しんでいきましょう。そして高専入試特化の対面授業、通信授業、他にも YouTube を通して映像教材の販売などもしております。ぜひともこちらの3つもよろしくお願いします。ということで、こちらの動画終わっていきたいと思います。高校入試と高専入試の違いということで確認させていただきました。こちらの動画は高専受験のための学習塾、 YouTube チャンネル PDCA スクールと KPC、 こちらの提供でお送りいたしました。それでは終わりたいと思います。あなたの選択肢に高専を。
高専塾高専チャンネル年間の優勝サービス一覧、そろそろ高専入試シーズンがスタートしますので紹介していきたいと思います。まず最初は7月から1ヶ月ごとに開催予定の高専入試のリハーサル模試、高専合格にググッと近づけます。7月半ばから9月まで開催予定、高専入試対策の夏季講習、ぜひとも通われている塾とセットでご利用ください。8月から高専入試まで開催、高専入試対策長期映像講座、かなり強力な高専合格のためのコンテンツです。年末年始頃開催予定、高専入試対策冬季映像講座、こちらもかなりボリューミーで合格へのラストスパートを担保してくれます。12月頃開催予定、高専推薦入試対策講座、個別対応になりますので推薦入試対策にはもってこいです。秋頃発売、高専一般入試対策問題集、高専入試の傾向にのっとった問題集です。高専合格者限定の予習講座も2月頃販売予定です。在校生向けにも数学の予習復習講座、数学の教科書の PDF データ、こちらは1年中通して販売しております。ぜひともお見逃しなく、チャンネルの動画の更新をお見逃しなく。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.